ハワイ語。ハワイ語は、オーストロネシア語族に属し、ハワイ諸島先住民のポリネシア人である、ハワイ人の先祖代々の言語である。英語と共に、ハワイ州の公用語に指定されている。特徴として、例えばウィキピーディアが、ウィキピーキアとなると、本来、t と k を区別しない点などが挙げられる。近年のポリネシア語と同様に、用いられる音素が非常に、 少ないことである、口述する、音声体系とアルファベットの章を参照のこと。ISO 言語コードは方。ハワイ語は、サモア語、マオリ語などのポリネシア語とごく近い関係にあり、マレー諸島やマダガスカルの言語ともやや遠いが、親類関係にあたる。ハワイアンクレオールとも呼ばれる、ハワイの混成語は英語をもとにした、地域言語であり、ハワイ語や、政党。 パイナップル栽培等のために雇われた日本人や中国人を主とする住民が持ち込んだアジアの言語からも一部の語彙を借用している。ハワイ語は現在では消滅危機言語である。ハワイ諸島のほとんどの地域ではハワイ語は英語にとって変わられており、日常会話にはもはや使われてはいない。例外的にニーハウ島では未だ日常会話にもハワイ語を使っているが、 それは、ニーハウ島が個人的に所有されている島であり、外部からの訪問を厳しく制限しているためである。様々な理由により、ハワイ語を話す者の数は1900年頃の約3万7千人から現在は約1000人にまで減少した。現在生存するハワイ語を母語とする話者の半分は70歳から80歳である。伝統あるハワイ語を復興しようとする ハワイ先住民の努力は、ここ十数年のうちに増加してきている。ハワイ語を次の世代に残そうとする家族の子供たちのために、現在ハワイ語による没入法、イマージョン教育を行う学校が開校されている。また、ローカルラジオ局、ナショナルパブリックラジオは、今日のハワイ語という番組を放送している。先住民系のハワイ人は、第二言語として、 ハワイ語の学習を行っているが、モデルとする母語話者がおらず、ハワイ語の綴りも英語の音化に基づいて表記され英語の語順が用いられている。また、19世紀初期まで話されていた純粋なハワイ語を復活させようという人々と英語や混成ごとの100年以上にわたる接触によって、形作られたハワイ語で育った人々との緊張関係も見られる。 また現在、ハワイ語は、ハワイ州の公用語の一つとされている。1970年代に、公民権運動が盛んになった頃から、ハワイ語の初等、中等教育も盛んになり、例えば、ハワイ島広では、ナワバヒー公、ナワヒースクールができて、ハワイ語で幼稚園から高校まで600人を、教育しているような例もある。一般に、ポリネシアの言語の音声体系は、 シンプルである。以下のような特徴が一般的。ハワイ語も蒸気特徴に漏れない。表記系においては、サモア語やタヒチ語などと同様、音素とアルファベットがほぼ完全に1対1多用している。ハワイ語に用いるアルファベット、カピーアーパーハワイイは以下の13字。長母音はマクロン、ハワイ語、カハコーを使って表す。 これらの音歌はオウムネジの通りがが、アポストロフィに似た文字は、沖縄、口実と呼ばれる、正門閉鎖音である。超音には必ずアクセントが置かれる。英語のように、長さによって母音の音色が変わることはない。音素の少なさから、多くの音が許されている。例えばは、前絶母音の前で音に超音されることがよくあるし、がに近く発音されることも多い。ハワイ語は、 言語理系論において、摩擦音が一つしかない言語では、その摩擦音は S であるという説の反証でもある。ハワイ語唯一の摩擦音は H。ハワイ語の表記に用いられるアポストロフィに似た形の、ジボのこと。子音の一種、正門閉鎖音を表す文字である。例えば、ハワイ、オアフの本来の発音はそれぞれ、IPA であるが、これをそれぞれのように綴る。 ユニコードなどでは、正式には U、U プラス 02BB を用いるが、対応していないフォントや、ウェブブラウザでは正しく表示されないので、シングルコートの開き、U プラス2018が、妥協案。グレーブアクセント、矢下がふと引用符を使うこともしばしばある。漢視は、か、け、な、ひ、おの5種類である。つまり、上記5種類が出てくれば、その後ろに続く後は、 ほとんどが名詞である。ただし、毛には後ろに動詞が続き、毛動詞名詞主語の形を通り、現在を表す、和しているという公文になる場合もある。ハワイ語の重複語は、重複によって、語の意味や品詞が変わるなど、文法的な変化が見られるのが特徴。語全体の重複部分的な重複。フラ、英雄イコール私は踊る。イヌ、オエイコールあなたは飲む。名宿。 レイ、何イコール美しいレイ、同粛、フラル、エイコール楽しく踊る。他、ハワイ諸島のうち、ニーハウシマイ島の全島の島名、およびそれら各島の地名の多くは、ハワイ語である。かつては、北西ハワイ諸島の各島にもハワイ語名があった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。